ブリテールはフランスのモルレーに存在していたコミューター航空会社。AL フランスとのフランチャイズにより、フランス国内外に定期便を運航していた。メインハブ空港はモルレーのプロージーン空港で、準ハブ空港はパリのシャルルド・ゴール国際空港とオルリー空港、リヨンのサンテグ・ジュペリ国際空港であった。なお似た名前の航空会社にイギリスの英国航空があるが、 関係はない。ブリテールは1973年に設立され、1975年から営業を始めた。西フランスからのビジネス利用客を狙い、1979年にはロンドンのガドウィック空港にも就航している。1995年にエールフランスヨーロッパとのフランチャイズ契約を結び、2000年10月にはエールフランスの完全子会社になった。従業員数は、 約千三百人。二千十三年三月に、エールフランスを、親会社とするコミューター航空会社オップに統合された。二千八年八月現在の機体平均年齢は九年十ヶ月。二千三年六月二十二日、なんと初ブレスト業のブリテール五千六百七十二便が、ブレストブルターニュ空港に着陸する際に滑走路の 3.7km 手前で墜落し、 機長が死亡した。ありがとうございます。